卒業式を行います。皆さんを第69回卒業生として本校最後の卒業生として送り出せることを心から誇りに思います。そしてこの1年間共に学校生活を過ごせたことに対して感謝しています。ありがとうございます。人の優しさを感じ、相手の気持ちを大切に思いやることのできる心を育てていってほしいと思っています。皆さんの成長を見守っている人がいることも忘れないでいてください。新しい世界への扉を開き、勇気を持って羽ばたいていく皆さんの未来に幸多かれと願い、私からもお祝いの挨拶とさせていただきます。今皆さんの胸の中にはたくさんの思いと共に将来の夢、そして希望があり、それに立ちはだかるいくつかの試練があり、一本道ではいかないかもしれません。時にはきつい坂道や下り坂は、別れ道で重大な決断を迫られ、時には思わぬ回り道をすると思い、することもきっとあるでしょう。辛くて立ち止まってしまいそうになったら、励ましの坂や末広中学校、先生方、そして3年間共に過ごした仲間たちのことを思い出し、これを励みにして頑張ってください。生徒会活動、考え方の